皆さんこんにちは。プロレス観戦動画を上げているアイムです。いつも動画を見ていただきありがとうございます。今日は2024年3月9日に横浜武道館で開催されたスターダムの大会、スターダムシンデレラトーナメント2024開幕戦のメインイベント、スペシャルスリーウェイタッグマッチ、30分一本勝負、白川美奈舞香組対上谷沙耶安住組対、岩谷真由中野タムの試合を観戦した感想を話していきたいと思います。まあ、本当はですね、3月17日の DDT 後楽園ホール大会までプロレス観戦お預けだったんですけど、まあ、いろいろタイミングがあってですね、行けましたと。で、この日はですね、昼か電勢日本プロレスで、夕方からスターダムと、まあ、2つの大会はしごさせてもらったので、そのはしごした大会に関して話していきたいと思いますが、まずは、夕方のスターダムの大会から気になった試合ごとに話していきたいというふうに思います。で、まあ、やっぱりメインイベントということで、この試合メインイベントはですね、今のスターダムの中心選手たちが集まった大会だったなというふうに思っております。まあ、いろいろあるスターダムの中でもですね、今新しい赤いベルトのチャンピオンであるのはマイカという選手なんですけどが、まあ、白川みなと新しいユニットですね、ENEXUS-B を結成してスターダムの中心で戦っていこうとしている中です。でその相手として、まあ、クイーンズクエストの上谷沙耶はですね、林下宇多美とのタッグチームですね、アフロディーテで迎え撃つはずだったんですけど、まあ、林下宇多美の体調不良で安住先輩ということになりました。で、この2チームはユニット内で会うことに対して、最後のスターズの岩谷真由とコズミックエンジェルの中野タムは、まあ、越境タッグでいろいろあった2人が組むということにも驚かされました。で、まあ、入場から派手に魅力ある感じだったんですけど、ゴングはですね、白川美奈、岩谷真由、安住で3人でゴングになって、まあ、スリーウェイならではの動きで噛み合って、まあ、中野タム、上谷沙耶、マイカの3人たちが当たってもですね、もうスリーウェイの攻防がどんどんついていくような試合でした。で、まあ、白川美奈のおしゃれな動きも気になったんですけど、僕はこの試合で結構印象に残ったシーンが、まあ、マイカのですね、なだれ式の対空式のブレンバスターでした。まあ、対空式だと言ってるかわかんないんですけど、すごいコーナーポストの上で中野タム相手に、もう時間をかけてゆっくり落としていったんですけど、もう対空時間も、持ち上げてる時間もですね、バランスも綺麗さもすごくて、まあ、カメラで撮りながら息を飲んでしまったというようなこのブレインバスターでした。で、まあ、ずっとスリーウェイ特化の動きっていうのがあったんですけど、まあ、シングルとタックと同じぐらいの連動で驚かされる、でもスリーウェイらしい動きだったんですね。で、最後ですね、安住とマイカの一騎打ちの様相になって、安住がどんどん粘っていくんですけど、マイカが白川みなとですね、ダブルインパクト式の攻撃から、道のくドライバー2で勝負を決めた。になります。結果としてはですね、14分25秒ですね、マイカが安住から勝利するという形になりました。で、試合後はですね、サリーがこの大会のセミに出てきていて、そこからまたメインの後も出てきて、まあ、ゴタゴタする中で、まあ、最後にマイカが林下宇多美を次の赤いベルトの挑戦者に指名して大会を締めました。で、マイカの王者としての貫禄を感じさせるような試合で、まあ、林下宇多美とのタイトルマッチを見たいなと思った、この、まあ、大会だったな、メインイベントだったなと思います。で、それぞれの力っていうのも出しているんですけど、でもやっぱり美味しいところは、まだまだ、まあ、個別のシングルだったりで見れるよというふうに、まあ、まだまだ先にあることを感じさせる試合だったなというふうに思います。で、最後にですね、まあ、撮影した写真の中で気になったもの結構あるんですけど、まとめて、見ながら振り返っていきたいなというふうに思っております。はい、まあ、入場からなんですが、上谷沙耶から、はい、中野タムですね、で岩谷真由という形で、その後安住ですかね、ちょっとでマイカですねのピンシャー取れてて、はい、あの白川みなだけうまく取れなかったってところなんですけど、ここからセリベっぽい攻防で、はい、敵同士だったり2人をまとめてっていうやり取りがあったりする中で、岩谷真由と中野タムが同時にドロップキックを決めたりです。岩谷真由の、まあ、スリングブレード、やっぱ美しいなというふうに思いますね。ここ、綺麗だなと。で、上谷沙耶のですね、このスワンダイブ式のダイビングボディアタックも綺麗に、マイカと岩谷真由に決まるというところから、安住はスリーウェイならではでまとめて腕を絞るというところから、ここですね。さっきも話した、マイカのなだれ式で体育式ゆっくり、まあ、抱えてから落としていく体育式ブレンバスターですね。この中野タムに決めたんですけど、綺麗だったなと思います。で、岩谷真由と中野タム、ここ、同時のトラスキックも綺麗に決まりましたし、安住のクリストですね。はい、マイカの腕をぐるっと回って叩きつけていくという動きもですね、綺麗に決まっていましたと。はい。やっぱ安住の仕事人というか、スキルの高さってすごいですね。で、まあ、ここで白川美奈がマイカとダブルインパクト式のエルボーから、マイカのドロ
パワーボムという合体技から、はい、ミチノクドライバー2って叩きつけて勝つということでしたね。はい。で、試合後、白川みんなもご機嫌そうな表情を見せて、はい、E-NEXUS-B でみんなで締めるというところで、まあ、大会の締めるのもですね、まあ、スターダムってこのでかいモニターがあって、最後締めるのがいいなと思うんですけど、この二人が並んで、勝ち起こったというような形でした。はい。まあ、メインイベントらしいというか、王道の戦いで、でも、スリーウェイというちょっとスパイスが入っているところが魅力の試合だったなというふうに思っております。で、ここからですね、気になった大会だったり、この大会の、試合ですね、いくつか取り上げさせていただいた上で、大会のまとめも話せればと思いますので、スターダムについて話すのも久しぶりなんですけど、まあ、大会見てやっぱり良かったので、いろいろ話していければなというふうに思います。ではまた次の動画でお会いできれば幸いです。それでは、さよなら。